どうもどうも、前回に言っていた、貴重な資源を採掘すべく、第3の拠点を作成します。3番目だけど、一度拠点を削除しちゃったから、名前が第4地区になってるね。ややこしくなっておりますけど。そういえば、貴重な資源は一体何なんだろうか。ご本。貴重な資源とは、鉄くずです。鉄くずです。鉄くずが貴重な資源なんだね。一応この世界は、人類滅亡後の世界みたいなので、人工物が、ちらほら残っております。元はどこかの都市だったのかな。想像が膨らみますねー。うへへへ。気持ち悪いんでやめてください。あ、はい。どうやって、鉄を集めるのかというと、この清掃員っていう拠点を設置するだけです。掃除屋さんかな。街のゴミ掃除でもする役職なのかなと思ったんだけど、どうやら金属スクラップを集めるみたいなんですね。その廃墟の近くじゃないとダメなのかな。そうそう、拠点の範囲内なら大丈夫です。この拠点では、工場中心の村にしたいと思います。食料や水は、他の村が頼りだね。とりあえず、基本的な建築物は用意しておこうかな。おや、ビーバーが作業し始めたみたいだね。こんな感じで、鉄くずを集めるみたいだね。時間がかかりそうだ。あと、鉄を扱えるようにするには、この粉砕機が必要なんです。結構動力がいるね。250馬力が必要なんで、そこそこ風力発電が必要だね。動かすにはまだ時間が必要みたいだ。土地区を増やすに伴って水の貯蓄量も増やしました。川の上に足場を立てたんだね。畑を増築したことによって、土地が減ったからね。使えるところは使ってかないと。完成したね。次は風力発電だ。動かすには小さな風力発電が3つ必要みたいだ。2つじゃギリギリ動力が足りませんでしたね。じゃん。ってことでようやく動きました。最後に配給拠点を設置して、これで工場村として機能できますね。一応説明しとくと、工場村では生産を中心にして、食料や水は他の村だより、生成物は必要な村へ配給していく感じです。後々に他の施設も建てますか。鉄ってどう言ったのに使うのかな。そうだね、今作ろうとしている印刷所や爆弾工場には鉄が必要ですね。あと遊園地施設を建てれるとかなんとか。遊園地と、今倉庫の上に工場を設置しようとして苦戦しております。動力をうまく伝えなければならないので、段差がある場合は階段状のパワーシャフトも活用していきます。見た目が不格好だね。皆まで言うでない。紙はもう作ってあるので、本やダイナマイトが作れるね。ダイナマイトまで作ると、このゲームでの生成できるアイテムは最後になるのかな。と関係ない話は置いといて、あとはここに設置するだけですね。これ、奥のパワーシャフトが完成してからじゃないと工場が建てれないね。よくぞ気づいてくれました。先に工場を作ると2階奥の建築が届かないね。お次は水問題を考えます。干ばつでもどうにか川の水を残しておきたいので、川の何箇所かに水門を設置したいと思います。大量に木材がいるね。今の備蓄じゃ足りないかもね。まあちょっとずつでも作っていこうかな。とりあえずここと、村の左側のここに設置しようか。これが完成すれば、川の水量も調整できるし、うまく水門を閉じれば、干ばつが来た時は、川自体をため池にすることができるね。まだまだ完成は後なので、その時にお披露目したいな。楽しみだ。完成がまだまだとか言ってたんですけど、謎の力で完成していました。一体、どこの誰が編集でカットしたんだ。皆まで言うでない。干ばつが来たので、試してみようと思います。今、水門を閉じました。
おお。思った通り、川に水を溜めることができましたね。干ばつ時でも安心して暮らせるね。いいね。もう一箇所、水門を設置していこうと思います。用途はあまり考えてはいません。はい。爆弾工場と印刷所が完成しました。本が作成できれば、ビーバーに知恵のステータスを取得できます。賢くなれるんだね。まあ、効果は仕事の速さが 20% アップなんですけどね。とキリがいいので今回はこの辺で。次回はなんと、ダイナマイトでドッカンドッカンしていきたいと思います。恐ろしい響きだ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。